け、やったのか。いや、まだ終わってねえ。しぶといね。もうさっさと派手な術でやっちまおうよ。適当なこと言わないでくださいよ。またチャクラを吸収されでもしたら台無しだぞ。はいはい。みんな無事だったみてえだな。よし、どうにか間に合ったぞ。片付け。あいつらどうやって。こっそりついてきやがったな。この科学リングの力をちゃんとカメラに収めろよ。はい、我が科学リングでとどめを刺してやる。バカよせ、片付けろ。っちゃんそいつはダメだ。くらえ。やれやれ、やってくれたな、クソったれ。ああ、チャクラを吸収したのか。なるほど、それは我らの胆のようなものだ。粗悪ではあるがな。だが感謝するぞ、愚か者ども。鹿丸の影締まり。こいつは奈良一族のあれか。動けねえ。なんだ、まずいぞ。お前には特に念を入れておく。畜生、ちょっとやべえな、これ。そういうことだ。わかった。死ね。くそ、どうしたら。ボルト、お前の人道は何だ。人道、考えたことなかった。古くせえし。気持ちの問題だと思ってたしな。そうか、確かに古臭いかもしれないが、今回の戦いで、そしてこれから幾度となく訪れる戦いの中で、お前を突き動かすものだ。え、なんかよくわかんねえよ。その時が来たらわかる。お前がやるんだ、ボルト。俺ができると言っている。その言葉を信じろ。俺がやる。ビビってる場合じゃねえ。サスケ様、俺を信じてくれた師匠、信じるんだ。今だ、ボルト。え、やるしかねえってばさ。なせんだ、あいついつの間に。行け。隠れておれば良いものを。なんだ、届かないのか。こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。まあ安心しろ、貴様ら全員行くところは同じ。影締まりが解けた。父ちゃん、ボルト、お前いつの間に。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。そしてわずか数日でこいつはそれをものにした。得意なライトンを取り入れ、無意識にチャクラの性質を変化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。そんな術を俺が。サスケさん。ふん。生意気な野郎だ。自分でもどうやってんだか分かんねえけどな。まあ結果は上々だ。助かったぞ、ボルト。なんだと。そんなことで。大筒木桃式、一見万能に思えるお前だが、見えない術は自分のものにできないようだな。
勘違いするなよゴミども。見えないがどうした。これさえあればいくらでも。まだターンを隠し持っていたのか。やろう、次の攻撃で決める気だぜ。ボルト、螺旋岩は？けど俺の力じゃとても。大丈夫だ。これが父ちゃんの、この重み、ここまでするのに、一体どれだけの。負ける気がしねえ。見たぞ、二度目はない。分かっているだろうが、チャンスは一度きりだ。行くぞ。はっ。ああ、それ式の動きで。あと任せたぞ、ボルト。こしゃくな。だが残念だったな。そいつはどうかな。貴様か。二度はないと。やだぜ。なあ、こんなことで我は大付けもましきだぞ。まさかこの我が。我の存在を感じるか、人の子よ。なんだ。なるほど、貴様大筒木の力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。てめえ。我には貴様の運命はよく見えるぞ。殺せよ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ、神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。何をわけのわからねえことを。その運命しかと噛みしめて歩むがいい、人の子よ。